アーロンが筋肉をピクピクさせて現れた。ピクピクさせないで。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、パピルス消えたけど、とりあえず一旦セーブをしておこう。あっちの上の道のところにね、上の道行ってないよな、このあっこが気になるので、ちょっと進んで行ってみようかな。よいしょ。スノーフルの町に入る手前にもなんか何かしらあったけど、何これ。ねえねえ、モンスターと人間ごっこしようよ。はい、何言ってるの。僕また人間やるの嫌だよ。あ、なるほど。ここで喋ってるのね。私に話しかけてきたんかと思った。ああ、幼い頃は世界が果てしなく広がっているように思えたものだ。そのサイズなら多分果てしなく広がっているように今でも見えるよ。ああ、なんと美しいノックの音。返事をしなければもう一度聞けるだろうか。しろや。ああ、辛抱強く待った甲斐があった。開けないんすか？ああ。いや、何？開けてよ。なに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 ？もしかしてさっきから流れてきよるのってここで製造されんよ。話しかけることはできないんすかね。どう製造されんよかちょっとよくわからんけど。あ、なに、電話かかってきた。 Hello? Can I speak to go? あれ、番号間違えたかな。間違えたよ、ごめんなちゃい。かけ間違えたよ、気まずいよ。間違えたよ、ごめんなちゃい。何、誰、どうしたの、どうしたの、誰。ふっ、間違い電話、何だったの。パピルス、誰も出んやん。どういうこと、パピルス。ってことで私はどこへ行けばいいんだ。とりあえずこっちに戻ってって、スノーフルの町の手前の道をちょっと行ってみようか。めっちゃ英語で喋りよったよね、さっきの電話。何やったんやろ。これは果たして戻っていくべきゲームなのかちょっとよくわからないけれど。これはあれじゃない？なんか帽子がどうのこうのっていう、雪もふじゃなくて。俺たちは森で暮らしてる。誰の指図も受けたくないからさ。でも今じゃ誰も俺たちに構ってくれない。みんなに注目してもらえないなら自由なんていらないよ。どうした、大丈夫？病んでるの？そう、こっちの道、こっちの道。何あれ？気持ち悪い。何あれ、目があるよ。怖い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 。この辺りにはわしへの家柄が由来の伝統行事があるらしい。何それ、どういう伝統行事。え、てかあの穴の中の目は一体何なの、怖いんですけど。これでわかるってこと、目の正体が。何これ、なんか変な扉があるんやけど。消せる、消してみたけどよくわからん。扉だ、扉だね。え、何なの、え、何なの、入れないということこれは。よくわからないんだけど、入れないね。なんでだ、なんなんやろここ。わからねえ。なんかここにちっちゃい家がある。何あれ、なんだか全くわからねえ。なんか謎が深まっただけなんだけど、一体何だったんだろうか。あ、ここにもおる。みんな帽子かぶってるからそろそろ別のファッションでも流行らせるかな。氷の短パンで氷パン、マイチかも。短パンを履くほどの足の長さなくない。あ、これもしかしてさらに落ちてったりとかせんのか。せんのか。なるほどね。あ、ちょっと待って。これもしかしてもう一回やり直しのパターンのやつですか。なるほど、そういう。
てこれ、雪の土台のようだ。さっきより伸びとんやけど。中を覗くと床に犬印シリーズ。ね、さっきの犬どこ行ったの？さっきの犬？多分グリルビーズにいるんじゃないかな。犬たちは仕事が終わるとあの店に集まってポーカーをするの。でもあの犬はコミュニケーションが苦手だから、他のみんなに声をかけられなくて、いつも一人ポーカーよ。ああ、そういうこと。あの犬か。なるほどね。そういうことやね。ほうほうほう。あ。落ちた落ちた。あー、ちょっと待って。てか、ちゃんと進むんやね、あれ。え、別に得必要ないやん。ちょっと待って。落ちるー。得必要ないやん。普通に通っていけるやん。ちょ、待って、行くわ、私。あー、待って。そっか、四方八方が。じゃ、普通に通らせてください。あ、そうか、そういうことか。じゃ、待って。ここから行かんといけんのんやね。はい、行きまーす。そして、もさっと、雪が積もって。どこに行けばいいんやろ。また、スノーフルの町の奥のところ？あっこを進んでいけばいいんかな。別にこっから飛び降りてたりとかできんよね。飛び降りたら確実に死ぬと思うけども。じゃ、とりあえずこのスノーフル。ようこそスノーフルの町へ。スノーフルの町で、ちょ、端まで行こう。で、こっちに進んでいけるんかな。これやろ、これを流し寄るってことやろ、さっきのあの犬。ここから、いや、何もいけないな。あ、進んでいける。ん、あ、この先も道あるんや。あっこなんか崖みたいな感じかと思ったよ。何これ、取れないの？取れんのか。お、サンズー。この子さっきおったよね。おっす、お前もこっそり街を抜け出してあの人に会いに行くのか。だよな、超絶かっこいいもんな。俺大人になったらあの人見たくなるんだ。あ、そうそう、父ちゃんと母ちゃんには俺がここにいたこと内緒な。これはエコーフラワーだ。話しかけると最後に聞いた言葉を繰り返す。これはエコーフラワーだ。ああ、なるほど。流れ落ちる水の音を聞いて決意がみなぎった。サンズー、あ、なんか奥に扉ない？いけんのか。どうかしたか？おいら仕事を掛け持ちしてんのさ。おかげで休憩時間も2倍。今からグリルビーズ行くけど来るかい？行く行く。そこまで言われちゃしょうがない。仕事を切り上げていくか。こっちだよ。おいら近道知ってんだ。おお。ほら、もう着いた。みんなお疲れ。サンズチース。サンズ元気さ？サンズ、調子はどうだ？サンズ、いらっしゃい。めっちゃ歓迎されるやん。サンズ、ついさっき朝飯食いに来たばっかじゃないか？いや、最後に食いに来た朝飯は30分も前だぜ。ブランチならついさっき食いに来たけどな。めっちゃ食うやん、一日に。やば。まあ、座れよ。何、何の音？おっと、席を選ぶときは気をつけな。どっかの歯がブーブークッションに仕掛けたりするからな。じゃあ、とりあえず、オーダーしようぜ。何食う？ポテト、バーガー。バーガー食べる、私。ああ、いいね。よう、グリルビー。バーガー2つ頼むぜ。あ、奥で作ってくれん？ところでさ、あんたどう思う？パペルスのこと。ダサい。分かってないな。オイラに皮肉は通用しないぜ。パペルスは本物のスターだ。オイラに警備員の仕事を進めたのもあいつだしな。あんたには分からないだろうけど。怠けてる時に叱ってくれるやつがいるのはいいもんだぜ。まあそこはね。まあオイラが怠けるなんてありえない話だけどな。本当に？そうなの？お、飯が来たぜ。ケチャップかけるか？かけます。ボーンナペティ。ケチャップのボトルを傾けた。キャップが取れてボトルの中身が全部お皿に。ダメやん。あー、しょうがないな。オイラの食えよ。どうせあんま腹減ってないし。何しに来たん？
で、パピルスだけどさ、あいつが頑張り屋なのは認めるだろ。ロイヤルガードになるために地道に努力してるしさ、あいつロイヤルガードのボスの家まで行ってメンバーにしてくれって頼んだんだね。まあ当然相手にされなかったけどな、夜遅かったから。そういうこと？でもあいつは朝まで家の前で待ってたんだ。そのやる気を買ってボスも訓練してやるって言ってくれた。そんでまあ未だに訓練中ってわけだ。なんか適当にあしらわれただけじゃないのそれ。そうそう、一つ聞きたいことがあったんだ。何？なんかスポットライト当たったけど。言葉を話す花って聞いたことあるかい？フラウィーのことかな。そっか、もう知ってたか。そいつはエコーフラワーっつって、あっち？うんうん。沼地のあちこちに生えてる。この花に声かけるとその言葉は何度も繰り返すんだ。だからなんだって？パピルスがさ、この前変なこと言ってたんだ。一人でいると時々花が一輪現れて話しかけてくるって。褒めてくれたり、アドバイスくれたり、励ましてくれたり、予言をしたりするって言うんだけど、おかしいよな。きっと誰かがエコーフラワー使ってからかってんだ。あんたも気をつけといてくれよ。頼んぜ。フラウィーじゃないそれ。エコーフラワーじゃなくて。さてと、ずいぶん長いこと休憩しまったぜ。仕事が山積みなのにあんたが引き止めるから。私のせいですか？そうそう、オイラ金欠だからお患者も頼んでいいか？無理なんですけど。1万ゴールドポッキリ無理だよ。なんてな。ウルビー、今日もつけにしといてくれ。あ、マジで？そういう感じっすか。ああ、それと、なんか言おうとしたけど、忘れたからいいや。よくある、そういうの。てか、残してますけど、大丈夫それ。グリルビーよね。お食事はもう冷めてしまったと思います、だってさ。ごめんね。食べないまま出て行ってしまうけど。まあ、とりあえず、行きますかね。またあっちに進んでて出ればいいんかな。てか、サンズって自分の部屋におらんかった。みんななんかいつの間に移動したんって感じの人らばっかりやね。びっくりするわ。でもとりあえずなんか向こうに抜けれそうな感じがしたけん、進んでいけばいいってことよね、きっと。またサンズおるんかな。てか、みんなおるんかな、さっきの。あ、いるわ、いるわ。また一緒に飯でも食おうぜ。ぜひぜひ。びっくりした。な、岩落ちてきよるよ。これは異次元ボックスです。中にアイテムを入れたり取り出したりできます。一体何のために？箱に入ってるアイテムは使えないのに。アンチボックス派より。使えないの？うぅい、怖いんだけど。待って、下にも行ける。こっちの方が安全に行けるってことかな。あ、ここまで来たら全然流れてこんやん。ん？エコーフラワー。あそこには絶対に何かあった。落ちてくる水の裏側だ。ん？落ちてくる水の裏側？何かあった？どういうこと？どこ？こっち？痛い。これダメージ受けようかな。受けてないね。痛い痛い痛い。落とされるんです。お？滝の裏に隠しカメラが仕掛けてある。そんなところに？他は他は？あっちは？こっちはなんもないんかな？ほっ。あ、扉。チュチュが落ちている。どうする？拾おう。お風呂のチュチュを手に入れた。これ装備できるんかな？お風呂のチュチュ。装備できた。見た目変わらんねやね。あ、こっちにも渡っていけるんか。え、何？怖い。か、顔が見えない。怖い。なんか草むら？え、なに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 ？あ、びっくりした。パピルスやん。焦る。アンダイン隊長。今日の任務の報告に来ました。その、さっき電話で伝えた人間のことなんですが。え、戦ったのかって？もちろん、戦いました。実に勇敢に。え？捕らえたのかって？その、一生懸命頑張ったけど、逃げられちゃって。え？人間魂を取りに行く？隊長が？でも別に殺さなくたって。だって、大丈夫？ちょっと殺されない？パピルス殺されない？はい。全力で手伝います。なるほど、私は。おっと？気づかれ。うわ、来い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 。
いや、動かなければ大丈夫。え、怖っ。消えたのあれ。おお、なんで追いかけてきた？大丈夫？やべえ。なあ、見たか？お前を見るアンダインの目。やべえよ。マジ最高じゃん。いいなあ。なんでお前だけあんなに注目されてんの？ははは。バカじゃないの、ちょっと。行こうぜ。アンダインが悪いやつぶっ飛ばす子。見に行こう。悪いやつ、ちょ、大丈夫、こけたけど。元気だな。まだ恐怖で体が震え、でもそれでも決意がみなぎった。私のことを狙っとるっていう風には思わないな、あの子は。足場の種は水面に四つ並ぶと花を咲かせる。水面に四つ並ぶと花を咲かせる？あ、これを取ればいいのね。はい。ああ、間違えた。超間違えた。辛い。辛いんですけど。ちょ、やり直そう。やり直そう。ちょ、待って。はっ。ほ。ちゃんと手元が狂わないように。この先進める？進めんのか。ふう、これで進める。あの看板はどうやって読むんだ？アーロンが筋肉をピクピクさせて現れた。ピクピクさせないで。これは、ポーズを取る。筋肉をピクピクさせた。アーロンは2倍ピクピクさせた。2人とも、攻撃力上がったやん。筋肉自慢？よーし。やめてください。てか、なんか、幅が広がったんですけど、それは一体。アーロンはこちらが筋肉を見せるのを待っている。はい、筋肉をもっとピクピクさせた。アーロンは3倍ピクピク。なんかどんどん攻撃力上がっていくんやけど、すごい。でも負けないよ。負けてください。おっと、ちょちょちょ、筋肉が襲ってくる。筋肉が襲ってくる。てかめっちゃ当たってる私。どう？お、アーロンは筋肉をピクピクしすぎて部屋の外へ飛び出した。どういうこと？どういう状態？あの看板どうやって読むんやろ。読めんくね。え、あ、これそういうことか。あれでも4つつなげんかったら盛んのよね。ここに4つ落とすってことか。なんかこれ頭に花咲いてるみたいじゃない。でもこれ多分別のところでも使う必要があると思うよね。この看板に使いゆる場合じゃない気がするけど、まあ、何回かに分けてってことかな。よいしょ。おめでとうございます。見事な不正解です。見事な不正解ですじゃねえわ。お、過ちを犯したならば鐘の花を鳴らせ。足場の種は始まりの場所に戻るだろう。あ、これで？あ、ほんとや、咲いた咲いた。どうすればいいんやろ。これを、え、そっち？あ、そっか、そういう方向に流れていくのか。え、それは一体どうすればいいんすか。え、そっちに流れていくの？どういうこと？これはここで OK なんやね。こうやって、じゃあもうあとは普通に。あ、これじゃいかんのや。え、待って。え、ということは、どうなんだ。これで、え、あと一個はどうすればいい。く、通れない。通れない。え、あ、あれ違うな。え、どうすればいいんやろ。通れんくね。あれ、めっちゃめっちゃ普通に言うけど、通れんくね。ちょっと待って、どうすればいい。ここか？あ、これ、あ、いけんな。あ、いけるんか。あ、いける。え、いける？あ、いける。これでいいんや。縦に。これで咲くやろ？こういくってことやね。おお、なんだ、誰？もしもし、パピルスです。どうして番号が分かったかって？そんなの簡単だ。1から順にボタンを押していったら繋がった。
今どんな格好してるの？いや、友達に頼まれたから聞いてるんだけどね。貴様がお風呂の父を身につけているのを見たってその友達が言うんだ。それ本当？貴様は今お風呂の父を身につけているの？ううん、身につけてないよ。そうか、お風呂の父は身につけてないんだな。オッケー、貴様とは友達だから貴様の言うことは 100% 信じるぞ。じゃあまたね。ということはちょっと外した方がいいんかな。いや、このままで行こう。遠い昔、モンスターたちには夜空の星に願い事をする習慣があったの。心を込めて願えば叶うと言われていたのよ。だけど今はいくら見上げたって天井に光る石しか見えない。誰の言葉なんやろ。願いの間。こんなにたくさんの人がお願いしてるんだから叶わないはずないよ。王様がちゃんと証明してくれるって。うん、びっくりした。ウォッシュアがにじり寄ってきた。どういう状態？なんかくるくる回りよる。洗う。ウォッシュアに体を洗ってくれるよう頼んだ。嬉しそうに飛び跳ねている。ピヨ、グリーンはクリーン。どういうこと？んー、なんかわからんけど、グリーンのやつは大丈夫ってことかな。ウォッシュアはクリーンの遊びを探している。あ、はい。だからね、お姉ちゃんも早くお願い事して。誰お姉ちゃん。いつか妹と一緒に本物のお星様を見られますように。ここになんか姉妹がおったってことかな。望遠鏡を覗く？覗こう。ん？壁を調べて。壁を調べてっていう言葉が出てきた。望遠鏡のレンズのところに書いとんや。星占いによると、今週の運勢は先週と同じようだ。曖昧すぎないか。壁ってどこの壁？ここの壁？これ壁？あ、壁やね。おお、開いた。なんかすごい不気味な場所やけど。壁一面に古代の文字が刻まれている。何度か解読できそうだ。人間とモンスターの戦争史。人間はなぜモンスターを襲ったのか。彼らには脅威なら存在しないかに思われた。人間は圧倒的な強さを持つ。全モンスターの魂を集結してようやく一人の人間魂に匹敵するほど、その力の差は歴然としているのだ。だが人間にも弱点が一つある。その弱点には皮肉にも彼らの魂の強さが関係している。人間魂は死後も肉体を離れ、存在し続けることが可能なのだ。このため人間を倒したモンスターは、その魂を奪うことができる。モンスターが人間魂を取り込めば、底知れぬ力を持つ恐ろしい怪物となるのだ。奇妙な生き物の姿が描かれている。どこか見るものを不安にさせる絵だ。なんかこっちにもさ、行くところあったことない？これこれ。これ何？ん？行けんのかい。行けんかった。こっちだけか。進めるんかな、これ。あ、何？なんかどこかへ向かっていく。え？帰ってったよ。そろそろ。いやー！アンダインの槍。マジか、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 ちょっとやめてください。追いかけてこないでください。怖い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 。ちょ、待って、無理やろ。絶対無理やけん。怖い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 。ちょ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 。なんなんこれ、フィールド上で逃げ続ければいいの。怖い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 。ちょっと待って、これ、あれやん。あ、ちょ、まだまだまだ来るの。ひー、怖い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 。私はもうここにはいないです。大丈夫です。うい。あー、え、あの男の子大丈夫？え、ね、めっちゃ目刺されたけど大丈夫？あの子。え？おい、少年？少年いないんだけど大丈夫なの？あの子。え？死んでない？死んだよね。え、大丈夫？ああ、出てきた！よかったー！やべえ、今の見た？アンダインに触られたぜ！掴まれただけってこと？びっくりした。噛まれ刺されたんかと思ったわ。
俺もう絶対顔洗わないもんね。いや、汚い、洗え。お前、ついてなかったな。もうちょっと左の方に立ってたら、ドストライクだったのに。ま、元気出せって。あんだいにはきっとまた会えるよ。大丈夫か、おい。多分顔泥だらけよ、それ。これは？この地図は長い間放置されたため魔法のクリスタルに包まれている。どういう状態？テーブルにくっついて取れない。チューチュー。あ、最後に聞いたのはネズミの声ということね。いつかネズミはあの不思議なクリスタルからチーズを取り出すかもしれない。そう思うと決意がみなぎった。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、もう確実にやられると思った。てかアンダインに恐怖すぎるんやけど、どうしよう。普通にホラーなんやけど怖っ。捕まりそう、そのうち。